僕全然そんな詳しくないんですけど、うん、多分ですけど日本ってあんまり子供がいる家庭に優しくないっしょ。いやそう思う。そうですよね、多分なんですけど、うん、で子供いない僕ですら知ってるんで、でも子供いる家庭とかって結構普通にキレてると思うんですよ。だ前この番組で話したんですけど、はい、公園行くたびに遊具がなくなっていくんですけど、はい、俺最近そのニュース見たっす。なんかそうなんか住民の通報でみたいな、子供が遊んでてうるさいから遊ばせんなとか。いやめちゃめちゃアホやな。あと市役所区役所側も子供がこういう例えばジャングルジム登って落ちて怪我したら、ジャングルジムが悪いって話になって、じゃあ怪我するから遊具外しましょうってなるんですよ。そう公園なんだけど行ったらただの広い土地で、かといってじゃあ広いから野球、都内多いっすよね、野球やろうぜみたいな話するとボール遊び禁止になってて、いや何すりゃいいんだよっていう。都内めっちゃ多いっすよね、なんもない公園。そうそう、うちの近所にもあるけど。でもなんか何より僕なんかちっちゃい頃ほんとか、うん、虫捕り超好きだったんですよ、うんうんうん、でうわーみたいな、いっぱい虫捕まえるぜみたいな子供だったから、シンプルなんかそういう場が減っていくのって、うん、なんかあんまなんか、ね、なんか楽しくないっていうか、なんかそういうなんか、うん、こうなんか寂しくないですか。なんかいや本当そう思います。なんかそれが時代だって言われたら、まあ、時代なんでしょうけど、うん、なんかまあしょうがないのかもしれないですけど、うん、